どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のマインクラフト動画イグクラ2020です。よろしくお願いします。はい、今回は録画放送でございます。前回公園、まあ、噴水がある公園というか、まあ、広場ですかね、噴水付きの広場を作りまして、まあ、ある程度やったところで終わったんですが、その後もちょこちょこ作業して完成させました。こちらです。ダンと、どうですかね。花壇をつけて、道を最後までつなげて、花壇とベンチを置いてみましたが、どうでしょうか。まあ、いい感じの広場っぽくなったんじゃないでしょうか。照明もつけております。まあ、今思ったんですけど、いつもね、ある程度のとこまで行ってやめて、その後、裏で完成させてるんで、この完成状態が、サムネとかに使われることがないんで、ちょっと考えなきゃいけないなというところもあるんですけど、なんとか完成させました。で、隣もなんかこう土が迫ってきてたんですが、頑張ってかなり整地しました。まあ、頑張って整地したんですけど、このね、もう3段4段あるところをどこまで掘っていくかっていうのはあるんですよね。そろそろある程度の高さのところに揃えた方が、楽にはなるっていうのはあるんですけど、まあ、その辺はおいおい考えていきましょう。今日やることはですね、コンジットを作りたいと思います。生配信中にもね、何回か話したと思うんですけど、なんだっけ、海の中心だか、なんか、沈没船から、宝の地図を見つけて、その宝の地図で、埋まってるお宝の中にある、海の中心だかなんだか、それにあのオウム貝をクラフトするとコンジットができるということになっておりますので、まあ、僕もちょっと実際やったことはないんですが、今日はそれを試したいと思います。よろしくお願いします。はい、家です。家の中に置いております。これですね、海の中心でしたね。海の中心を、まあ、1個でいいかと、このオウム貝があればできるんですけど、ちょっとやってみましょうか。これがあればできるはず。どこだ。あ、これですね。海の中心の周りにオウム貝を置くことでできるコンジットというのを作ります。はい。で、これだけだと意味ないんですけど、コンジットっていうのはそれ設置することによって海の中でも水の中でも呼吸ができるようになるという超便利アイテムなんですね。ただあれだけでは力を発揮しません。海系のブロック、プリズマリンのブロックを周りに配置することで、効果が出るということなので、ちょっ と用意したいと思います。一応ここに置いてあるんですけど、どれぐらいあるかな。あ、こんぐらいあれば全然大丈夫だと思います。どの種類でも基本的にはいいんですけど、まあ、一応これ持っていくか。で、どこに置くかなんですよね。例えば海底神殿のところに置けば、海底神殿でポーションとかなく、過ごせたりするんですけど、まあ、ここら辺の川に置いても別にね、意味はないんですけど、試すという意味で置くか、ちょっとあっちの海まで行きましょうか。せめてあっちの海に置きたいと思います。ポーションも持っていこうかな。整地どうしようかな。どこからかある程度の高さに揃えていこうとは思ってるんですけど、まあ、整地してるのもね、楽しいは楽しいんですけど、無心でやれるんでね、シャベルのね、耐久力も減っちゃうし、まあ、修繕がついてるんで回復させながらはできるんですけど、まあ、それでもね、ちょっと大変は大変なんで。ちなみに、またちょっとね、攻撃とかしたりして、おっと、こいつがいる。ムシムシ。斧にも修繕をつけました。あとは防具にもつけたいな。結構強くなってる防具もありますからね。特に防具の方が、いきなりなくなっちゃうんで、バキンってね、攻撃受けてると壊されちゃうんで、修繕もつけたいと思います。さあ、海底神殿まで行ってやってもいいんですけど、まずできるかどうか試すということで、この辺でやっていきましょうか。もうちょっと深いところがいいかな。よし。では、この辺の海で、コンジット試したいと思います。コンジットなの、コンジット。発音の仕方はちょっとよく分かってませんが、やってみたいと思います。では、ちょっとあれだけ飲みましょうか。
暗視だけ飲んでちょっと見やすいようにしましょう。作業中もね。おお、一気に見えた。結構深い、潜るとあんま見えねえな。まあ深い海なんで、どこら辺でもいいと思うんですけど、水中だと普段、まあこれ今いい防具つけてるんですけど、それでもこうやってね呼吸ができなくなるんですけど、コンジット置くことによってそれが作動すれば、呼吸がずっとできるし、敵とかいてもね、敵モブにもダメージも与えられるということなんで、どう海面に置いた方がいいのかな。なんかちょっと囲っていかなきゃいけないんで、これこういうとこ置けんの、どうやって置くんだろう、そもそもどうやって置くんだ、ちょっと一回上がろう。え、ブロックとくっつけてじゃないんですけど、よし、ちょっと呼吸して、どういうことだろう、ちょっともう一回潜りますね。先にブロックを置くのかな。ブロックを、このプリズマリン系のブロックをある程度の形に置いていかなきゃいけないんですよ。ああ違う、5マスかな。でこっちも1,2,3,4,5、こういう感じで確か置いていくことで作動するんですけど、合ってるかな。でこれ合ってるか、1,2,3合ってるかな。この真ん中に どうやって置くの、置き方わかんないんですけど、一回この上に置くとか。あ、置けたけど、一回できない。ちょっと一回呼吸しよう。ああ、死ぬ。よし、ああ、夜にもなる。一回寝るか。一回寝てから、いやーでも分かんなくなっちゃいそうだ、やろう。これで、あれ？あ、そうか、このブロックを取れば作動するはず。いきます。よいしょ。ん？作動してないぞ。あ、作動した。うわ、ほら、できました。わかりますかね？右に、なんかアイコンも出てますし、水のマークがなくなりました。これで、水の中でも、ある程度の範囲なんですけど、一定の範囲は、呼吸し放題と、いうことです。いやー、いいですね。これやっぱ海底神殿付近に置けば、海底神殿の中も、いろいろ落ち着いて攻略できるということですね。で、さらに、こういう感じで、広げていくんですよね。よいしょ。ここを、包むように、よっ。わわわ。はい。浮いてっちゃう。こうかな。これで、一応最大限力が発揮されるようになったと思います。おー、捨てた。なんか急に間違えた。あ、なんかいっぱいグワーンってなってますね。多分今、最大限に力が発揮されてるんだと思います。これが、コンジットです。まあ、ここで、使っても、何も意味はないですね。海底神殿に持ってって今度、使っていろいろ集めましょうかね。見て、あ、ほら、こう分かりますかね、ダメージ食らってるんですよ、僕何もしてないのに。ドラウンド、こういう感じで、痛い、ダメージを食らって、倒されると、コンジットのパワーで、敵モブもダメージを与えることができると、ぼーっとしてたらちょうど敵がちょうど来てくれましたね。はい、という感じでコンジットの説明でした。まあちょっと全部一応回収してまた戻ってきました。今手に持ってますね。まあ海底神殿のところで使うのが一番意味ありますかね、今のところ。まあそれか水中になんか建築するときとかに役立ちますかね。水中で建築してずっと水中にいるときとかにコンジットがあれば、楽になります。まあ僕の拠点から一番近いところがここですから、今のところこの辺に何か作るっていうのも、考えられないですけど、まあ、何か使うときまたあると思いますんで、その時にまたセッティングしたいと思います。
コンジットはですね、息ができるようになるのと、近くにいる敵モブにダメージを与えられるという効果があります。皆さんもぜひ使ってみてください。はい、今日は短いですが終わりましょうか。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。